平和のため戦おう。おい、どうなってるんだ。どうして誰も集合場所に来ない。もう待ってられん。この僕に迎えに行かせるとは。大会が終わったらあいつら全員破壊してやる。私の各死体を全部殺す。クリリンは怪我しないようにおとなしくしてな。戻って、まだ治療を始めたのに。18号さんには来ない時間だってある。お前たち、くだらない場合か。くだらなくない。へえ、なかなかのもんだね。まだまだやれる。俺だってちゃんと修行はしてきたんだ。消えてなくなれ。倒れてたまるか。これくらいのピンチ慣れっこだぜ。ずいぶんはしゃいでくれるじゃないか。でも、そろそろこっちの番だよ。この賞金を使ってクリリンにプレゼントを買うんだ。邪魔するやつは。冗談じゃないよ。なかなかいい動きしてたじゃないか。18号さん、家族のためにも俺もっともっと強くなるよ。本当はクリリンに渡したいものがあったんだけど負けちまった。俺は18号さんのその気持ちだけで十分だ。嬉しいよ。ありがとう18号さん。お前たちこんな時に。ガーモン聞いていられるか。次、次。今のお前では大会で勝てない。勝つことばかりに気を取られて、理想の力を見誤るんだ。相手の誰であろうと全力で伝わない。わかりました、キッコンさん。でももう一つ見た。集合時間は過ぎてますし。まだ特訓はこれからだ。余計なことを気にしている場合じゃない。なんだと、気にしろ、キッコンだ。うん、勝つだ。これじゃまずいぞ。なんてことだ。できろ。なんだと、正義にする気だ。まだやれるぞ。強い。今の破壊はなかなか良かった。こいつ、どこにこんな力を隠していた。そう来なくてはね。面白くないぜ。チッ、深手を打ったか。なんだと、この俺が。ごはん、俺がお前に与える修行はここまでだ。今のお前なら大会を勝ち抜ける。心配するな。クルさん、はい。ほう、ほい、ほい。おいおい、そんな戦い方で大丈夫かい？
僕が相手をしてやる。消えてなくなれ！アカロット、こんなところで何を遊んでいやがる。なっ、嬉しいな。前まで参加しなくたっていいんだよ。こりゃオラも本気出されていくにな。お前たち、いい加減にしろよ。この攻撃は、少しは楽しめるらしいな。消えてなくなれ。とやらでは楽しませてもらいますよ。さすが宇宙一の悪人だな。だけんどもブーの代わりはやっぱおめえしかいねえ。よりによってこのクソ野郎もメンバーとはな。俺たちだけが勝てたであろう。そんなにもパワーアップした私のことが怖い。何？ストップストップ。消えてなくなれ。
どうして関係ない奴らまで復活している。暴れたって仕方ないようですよ。こいつ面倒ばかり起こしやがって。大会が終わったら本当に何もかも破壊してやる。少しはできるようだな。やるじゃないか。これなら楽しく暇が潰せそうだ。信じられない。この私のパワーで完全に負けている。いいぞ、その調子だ。いや、頑張ってね。完全体となった私は無敵のはずだ。この程度の攻撃。手置きだ。やってくれたな。殺す、殺してやる。消えてなくなら俺は死なんぞ。いつか殺してやる。お前は我の理解すら超え、未踏の高みへ至ろうというのか。